こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。メディアトリーニング座談会。本日も、スタイリストの高の伊勢子さん。そして、自己演出プロデューサーの山口和子さん。3人で進めていきたいと思ってまいます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、では、このメディアトリーニング座談会、信頼構築やコミュニケーション技術をテーマに、まあ、時々発信をしております。で今回のテーマは、 この新総裁、新内閣ができましたけれども、この総裁選、今まで何回か取って、このメディアトリング座談会って話はしていますけれども、このま決選投票を経て、そして石破新内閣がと誕,誕生したというところで、この10日間を振り返って、表現面について解説をしていきたいと思います。皆さんと一緒に考えたいと思います。はい、願いします。 高野さんどんなふうにねご覧になってましたかね,ねどうですか、うん、高野さんどうですかあのどんなふうに総裁選ってご覧になってました、うん、一応あの注視して見ていたんですけれどもあま,まあ私は石場さんはあのえっ、ー、とアンパンマンとして不安だったのでか隠れ不安だったので <laughs> いや <laughs> <う>今度こそ頑張ってほしいってっ <laughs> あえあの 裏ではみあの、あれですよ、奥様たちの間では、アンパンマンパマ呼ばれてますよ <laughs> 確かに、アンパンマン、かわ愛らしいですね、アンパンマンね。そうなんですよ。ちょっと親近感持てるっていう、うん、そういうことですか、うん。そうですね、それで、まあ、すごく期待、うん、もう今度こそっていう気持ちで私は期待していたんですけど、うんうん、決選投票の,の2人になった時に、うんうん、何度見て、もうちょっと一時や、え、まずい、このまま高市さんと思った時に。うんうん すごくグローバルに見て、高市さんが日本の代表として国際的な舞台に出てもらいたくないと、ビジュアル面から、うん、外見的に、うんうん、おかしいから <laughs> っていうのはありました。まあ、石破さんが完璧だったわけではないですけども、高市さんは嫌だなと思って、ま、なって欲しくないと思ってたので、女性だったら私は神川さんうんうんうん。 んもうになってもらってもいいぐらい彼女もいいと思ってたので。うん、はい、うんまあ。スタリストの目から見たらということそうですねた。はい,はい。で、山口さんはねあの、そうそう。あの、石場さんは私猫飼ってるんですけど、猫飼いの間では結構有名で、うんうん、石場さんが画面に映ると、猫ちゃんが テレビの方に寄っていくっていう。え、本当ですかそれっ<う>あの、昔の <laughs> あの、赤ちゃんが竹本ピアノの CM 流れると、<laughs> <あ>泣き止むっていうのと同じじゃないですか。そう、そういう感じで、なんかね、石場さんの声なのか、顔なのか、結構ね、食べやったあの実験でも、猫ちゃんが寄っていくんですよ。<ー> <laughs> やっぱりアンパンマンなんだ。正義のなんなん,なんかそういう、<laughs> そう動物的な、なんかが、 あ母性かな。ね、なのであの、そういう意味ではあの、ちょっと石破さんっていうのと、あとはあの私はまだあの自民党はやっぱり保守なので、なんだかんだ言ってあげといても、うん、女性にはならないだろうとは思っていたので、ね、で案の定、本当に行くかな、行くかなって言ったところで、思いっきりあのテーブルのクロス引きみたいにシューンってやられた感じがすごくあったので。 ああやっぱりなっていう感じをあの受けながら見ていた感じですね。うんうんはい、ということでじゃあちょっと私はどういうふうに見てたかっていうことなんですけれど、まあ、私としてはやはりそろそろ女性の総理大臣とは誕生してほしいなっていうのは、うん、本当に心から思っていましたその。若手が総理大臣になるっていうことも大事ですけれども、まあ、このバランスバランスからって言って,言っ,てっていうかの若手になるか女性になるか。 でそれによって自民党はこう変わったっていう,うあの見せ方ができるから、私としてはどちらかになってほしかったなとは思います、個人的に。うんはい、でそういう意味で言うと、まあ、女性であれば高橋さんが一番近いだろうし、うん、まあ男性だとまあ小泉進次郎さんなのかなとは思っていましたが、まあ、それでも <laughs> 小泉進次郎さんの討論になると、どん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 ,どんこう人気が下がっていって、うん、やはり若手で彼が、彼が、 とても外交できるとは思えないということで、どんどん順位が下がっていっちゃったんじゃないかなと思っています。それで、私はどう見てたかっていうと、まあ、表現面ではやっぱりこう高橋さんのエネルギーレベルはすごく高いので、あのパワフルさっていうのは今の日本においてあってもいいだろうなとは思いました。まあ、好き嫌いは別としてですよ。うん、好き嫌いは別として、まあパワー。パワーという意味ではね。うん、まあただ、ただですね、これか。えー まあ、推薦人のところを見ると、高市さんはほとんどは旧安倍派だったので、うん、まあこうなると、たとえ高市さんが女性として初の総理大臣になったところで、推薦人がこれだけ旧安倍派が多いと、変わったっていう形を取れない、うん、と思っていたんですよ。うん、そこがちょっとジレンマですね、ここがね。 この、あ、これじゃない。<laughs> と石破さんか、三人になったじゃないですか。石破さんか、小泉さんか、高橋さん。まあ、この三人が争われる、争われていて、うん、石破さんか、新次郎、石破さんと新次郎さんが、小泉さんが、ツートップになれば、確実に、小泉さんになる、と思っていたんですけど、その、表,表の流れから言って、 はい、も小泉さんが落ちてしまったから、まあ、そうすると、高石さんと石破さんになると、そうすると、石破さん、石破さんの表って、石破さん、えっと、小泉さんの表が全部、こちらね、<laughs> ムハバスじゃないですが、こっちが全部、石破さんの方に行くから、そうすると、多分石破さんになるだろうなと思っていたんですよ。はい。でまあ あの女装になってただ、高橋さんがこの後半でものすごく追い上げてきたから、うんで、党員の票でもトップになったじゃないですか、まあ、そうするとえ、高橋さんだ、でも、そうなんてうかな、総選挙で勝てるかもしれないって思った人が、高橋さんに流れる可能性もあるなと思って、うん、まあそういう形で見ていたので、まあ、結構、ハラハラしてっていうかい、本当にどうなるんだろうってね、最後の最後まで分からなかった。うんうん こんな形で見ていました。このように入りましたよね。一瞬ドキッとしましたよね。そうそうそう。高さだからメールが来ましたよね。高市さんなっちゃうかも。いや、本当にね。で、なんか今回、高市さんもそうだったんですけど、前回私たちは石川さんとかと都知事選のやつもやりましたけど、あの時みたいな。 ちょっと勢いが高市さんのファンじゃないですけど、あったんですよね。うんうん、高市さん押すみたいな,なんか流れがすごいあって、今回はちょっと。高市さんの喋り方とか、声のトーンとかは結構好きなんですよ。入ってくるんですよ、こうすごく。まあね、勢いありますしね。うん、だけど、それ以外のところでどうしても受け付けない。 笑い方に関しては私も以前 <laughs> 石川さんとお話ししたんですけどそうですよね言ってましたよね笑いすぎると女,性の人女性の人気がないのよねえ同じ女性でも上川さんの半分ぐらいしか女性の支持者はいないから <laughs>、うん、どうしても女性に嫌われるだだから嫌われるっていうのかわかんないですけど女,女性初は女性の総理大臣になっても受け入れられない 要素がありすぎてでしかも安倍派の推薦人が多いとなるとかなり厳しいかなという気はしていたんですがただネットではものすごく高市さんのファンが多いしでも実際リアルで女性たちに聞くと、まあ、非常に拒否反応を示す人が多いからうん、うん、なかなか難しいなと思いながら、まあ、複雑なててうん、うん、え高橋さんの人気が高い 高い割合男女の割合としては、女性多いですか、男性の方が多いですよね。あもちろん、そう,そうですよね。男性から見るね。特に年,、うん、年配の男性が多いということになっていて、しかも、まあ、やっぱり彼女に関しては女性、女性が拒否反応を示す何,何らかのものがあるだろうなと、まあ、それはそれで研究研究のしがいがあるなとは思ってはいたんですけれど。 うん、まあそう思いながらハラハラして見ていた。で最後に、うん、これで、決選投票の時に、あれと思ったのが、決選投票の時に、やっぱり石破さん、こうギリギリのところで強い人だなと思っていて、うん、この自分のペースでしっかりと話ができていたし、ね、最後に、全員、党員あの議員の人たちに向かって、まあ、全員当選させますっていう、 ことを言ったわけじゃないですか。うんうんうん,、うん、うん。で、そこを最後にものすごく大きな声で盛り上げて、もう最高のクライマックスで終わってるわけですよ。で、うん、こう余韻が残るっていうね。うん,うんうん。で、自分は足りないところがあって、あるんだけど、足らざるものだと言って、まあ、非常に自分に対して、ま、謙虚な姿勢で望んだところで、最後はもう力強く終わるっていう、このね、こう、ね、すごい。すごいプレゼンの成功ですね、これはね。 の雰囲気をものすごく盛り上げて、まあ、高揚感を持たせたというのはあります、うんうん、この最後のスピーチで。最後のスピーチで決めた人もな何人かいる、うんうん、最後は岸田さん、岸田派が石破さん、とにかく高市以外に入れなさいという指示を出していたようなので、結局は岸田さんがキングメーカーにはなっていたんだけれども、まあ、そうじゃない人も多少はいただろうから、まあ、そうなると最後のスピーチを聞いてとていうことも何人かいたと思う。 となると、最後のスピーチ、実はこの高石さん、なんだかね、上ずっちゃってて、あの感謝の言葉で終わっちゃってたから、私聞いてて、あれ、これって決選投票なのに、全部感謝で終わっているなとなんか、うん、ちょっとあのポイント外してる感じがしましたあそうなんか、違和感が聞いていて、違和感がある。党党のの、まあ、議員の人たち 自民党の方々は聞いていても、少し距離を感じるということと、最後、はまあ時間切れで小渕内閣の話をして、えまだ続くのっていうようなところでま終わっちゃって、うん、これで時間ですと言って、最後に終わることで、この組み立てが最後の最後の最後のところですごく大事な時間をかな、もう自分が総理になった気持ちになっちゃったような。<laughs> とちょっとね、それはありますよね。うん、もうだから 言ったもんだと思った感をちょっと覚えますよね。うん、だから、なんか、あの、あの顔を何回か抜かれてたじゃないですか。み、皆さんがこう投票してる最中に。うんはい、あの時の目がすんごい怖かった。ええ、いや、怖かったですよね。すっごい怖かった。ね、うん。だし、あの、ダメだった後の顔もすごかった。<laughs> 怖かった。終 <laughs> 始怖かったです。悔<当>しかったっていうのも感情がね、本当に顔に出るっていうのは、 あのね、いい意味でも使えるんですけど、うん、あのそれってあの割と女性に嫌われる女性のパターンなんですね、うん、うなよね。うん、ヒステリーな女の人を男性は嫌うんですけども、感情的な女を女性は嫌うので、うん、そういう点では高市さんが愛されない理由はそこなのかなっていう感じは。そうね、愛されるキャラじゃないんだよね、力強さはあるけども。 嫌わいてれてない。嫌われてない。そう、そうそう。まあ、世界全体で、まあ、高波稽古っていうか、自分の、自分の国を第一にするっていう、そう主義が、割と流行ってはいるから、うん、そうですね。もうそしたなきにしにあらずなんですね。たくま、うん、あの、本当に国を守るっていう。うん、保守的な、そういう大臣が出てもおかしくはない女性の、うん、ということですけども。そう,んだそうな、まず、あ、この最後の最後の、こういったところで、 自分をコントロールできなかったっていうところが、やっぱり見えてしまって、あこ、これじゃダメかなと思った。やっぱり安定感とか、これいけるなっていうのは、やっぱり石破さんはやっぱりすごいじゃないですか。うん、爆発も踏んでるし、逆転でもいけると思っていただろうし、もちろんまあ、あと最後のチャレンジだっていうことで、そ<あ>うですね気持ちも違ったと思いますよ。なんですけどねあの、石破さんのいいところは、 どの時でも、あのしゃべりが変わらないんで、うん、そういう意味であの、落ち着いて見えちゃうんですよね。うん、本当は焦ってても。なので、それは実は今回はよく作用してるんじゃないかなと思います。なるほど。という意味では、やっぱり日本人って安定、ある意味安定を願うっていうところはあるのかもしれないです。ですね。 うんうん、うん、まあ今日はですね、10月6日ということで、その石破さん、なってから、ね、うん、すぐ解散するって言って、うん、予算委員会終わってくれじゃないのか、大騒ぎをしていますが、大騒ぎをして、行動が違うということも言われていますけれど、これって、まあ、その確かに記者からも、 なんでそんな変えるんですかとか、うろたえてますみたいな、ね、コメントがありますけど、まあ、トーンダウンしちゃうとかね。うん、私、全然構わないなと思っているんだけど、嘘つきとかね、まあ、しょこの、えー、と初心表明の時なんか、すごい味ジがすごくすごかったですね。すかすね確かに。ねえ、あの、それはそれ、あの、ちゃんと聞いてから言おうよって思います。 ね、これがなんかやっぱり品がないなと思っちゃっそう。ということを思いながら、まあ、その記者とかはそう思うんだろうけれどもいや、一般国民ってどうなのかなと思っていて、山口さんとか高野さんは、どう見ていたのかなと思います。いや、石破さん、急に共変したのかなというふうにみんな見てるのかななんかみんなかあまり関心ないような気もするし。 いや関心がないってことはないですけど、ね、あの、なんだかんだ言って自民党内じゃないですか。だから、石破さんがいくら改革する、改革するって言ったって、小泉さんみたいにぶっ,こぶっ壊してやるって言ったところで、ベースは自民党の考え方なわけですから、政策とかは。だから、その中でど、どのぐらいこう変化球投げられるかっていうところで、 私は期待してましてガラッと変わるとは思ってなかったですね。うん、ただ、しじばさんになったことで多少なりともこうあの今までとは違うってう色が見,見えたら嬉しいなっていうのはありましたよね。そういう意味で期待してました。ね、う国民人気はね、ずっと高い方ではあったうで、ん、うん、でもあのこう言うことがころころ変わるだとか、その公約を やらないとかっていうのは、もう政治家の,あのデフォルトですから、なんとも思わない。あ、やっぱりねっていうぐらいなので、あの期待もしてないから、がっかりもしてないっていうのが私は正直なとこですね。うんうん、ねじゃ実際支持率どうなのかって、意外と低かったんですけど、51%、うん、だったかな。 内閣支持率が意外と低かったんだけど、で、低いってことに対して、まあ、謙虚に受け止めるなって話あったけど、ただよくよく見るとね、これ、みんなでどんどん下がっていくわけよ。うん、基本は。<laughs> 基本は下がっていくから、だからそういう意味においては、そういう総理大臣になった時に直後にやるっていうのは、私はいい選択だと思うんです。 う,んうん、うん、いい戦略だと思うで菅さんなんかはもうびっくりするぐらい高かったけど、そうなんですよ、ね、こともあって、<え>解散しなくて、本当にタイミングを逃したと思います、あの時は。あの時は。本当に、うん、あの時にやっておけば、もっと安定的な長期できたと思いますけど、うん、基本は下がるんだから。となったら50、50、しかも。 えと直近では岸田さん20%だったから石川さんになって上がったってことですよ、基本は。上がったってことになりますから、そう、えー、いう意味では倍ぐらいになったということは期待してるってことにも見えるので、うん、ここ、やっぱり報道をよく見ないと、意外と低い、歴代低いとかって言っても、基本、いや、もともと20%だったんだから、私は上がったと思うし、これは報道のミスリードだななんて思ったりもするんですけど。 なんじゃあ何パーを高いと思うかってとこですよね。50%ってことは半々ですからね。半分の人がいいって言ってんだもんなってことですよね。そう。しかも、下がる可能性の方が高いんだから、日本はね。<laughs> ということは、今51%ぐらいで、むしろ高いかもしれないからね。でこれで、下がっていくんだったら今のうちやっちゃった方がいい。そうじゃないと、 タイミングを逃してしまう可能性もあるかとは思いますから、まあ、それはものの考え方だろうなとは思います。うん、そして、そしてそう、それで今日感心したのは、裏金議員のまあ公認非公認に関して全然触れなかったんだけど、はいはい、今日いきなり触れたじゃないですか。うんはい、これの、このなんていうのものすごくみんなに批判をさせといて、パッとやるっていうね、この、うん のこ,れこれはテクニックですか石破さんのじゃ。石破さんのというよりは、うん、その石破さん自身は、要するに党内でちゃ,ちゃんと議論ができたものから出していくという話にしているのです。彼の中ではよく聞くと、彼はちゃんと彼なりの理屈があって、私は納得してるんですよ、彼の説明ってただ。例えば公認、非公認は、これは勝手に自分が決められるものではないから、 それは県連から推薦が上がってきた段階で、そして選挙対策本部で最終的に決定して公認するんだという手続きがあるわけだから。で、自分一人で公認、えー、非公認という、そんなルールは決められない。うん、というのは、うんうん、私は真っ当な説明だと思います。でも、そこの部分を全部削ってしまって、うん、批判をするから、だから、まあ嘘つきだとかって言われるんだけど、でもね、の野党は批判するのが仕事だから、うん、いいんですよ。 だからもう、自民党の新総裁、所信表明演説、拍手喝采なんか、野党から来るわけないんで、当たり前です、当たり前。うん、で、批判は当たり前だと思っています。うん、で、そこで、なんだ、学会だねっていうところで今日出てきたので、比例、うん、重複認めず、非公認拡大とで、30人から40人、さっき30人ってなったけど、ここ40人程度になるっていうことも出てるので、結構、 こうインパクトがありますから、この情報の出し方って、割と戦略的っていうか、彼の中でのちゃんと理屈は、理屈はちゃんと通っているということでは、私は納得はしています。ただ、報道だけ見てると分かんない、それは。そうですね。全部、で私、全部会見も見てるので,、うん、で、そして初めて分かると自分では思っています。決して矛盾してはいない。 どうしても報道とかメディアは端折ってしまうので、あの、誤解されやすい部分もありますよね。時間も制限ありますし、うんはい、ニュースの中の時間っていうのは。うん、そうですね。あの、取り扱う、扱わないもね、うん、全然、ね。そうですね。予算委員会終わってからって言ってたけど、それは早め、うん、少し早めただけの話なので、 まそれが多分1ヶ月ぐらい早まったっていうだけの話だから、うん、私は、だってそれって総裁の総理大臣の一番の権限だから、いつやるかって、フライングしたって全然構わないわけで、自分が一番有利だと思うタイミングでやれるのが一つの重要な、まあ、権限になるわけだから、そこを、まあ、でもね、周りの人は批判するのは当然だと思いますよ。あよくやりましたなんて言うわけないから。うん、だってみんな困るんだもん。急にやられたら。準備できないから。 それ批判して叱るべきだし、だからそこが面白いところだと私は思います。はいはい、というところで、まあ、なかなか戦略的にやってるなという中で、本当に残念だったのが、ちょっと今日のメイン。<laughs> メイン。はい、本当はメイン。はい。さい。りはい。<laughs> はしましたい。はい。これがはい。がい、ね。はい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 。は もう笑っちゃいますよね。ひどすぎますね。全す <laughs> 特にひどすぎる、<laughs> 全滅ですこ。この右の人とかもさ、などこ見てんのみたいな。<laughs> もうなんか、石川さん、なんかこれ、なんかホテルでレンタルしたらしいっておっしゃってたじゃないですか。あそうだ、あの、私、もう一つ、RMC チャンネルで、小西さんっていう、元共同通信の政治部の記者と。 やってるんですけども、ええ、解説してるんですけど、彼の話によると、ええ、ずっと持ってる人なんていないんですよ。それこそ。当たり前なんです。いつ使うか分かんないですからね。そう。<laughs> うん、それが気持ち悪いで、その方が気持ち悪いぐらいで、必ずレンタルするんですって。ホテルと提携してて、急いで持ってきてもらうそうなんです。直前にってことですかでそう。直前に。だってサイズ分からないし、誰が組閣するかも分からないから、<や>あらかじめ準備はされていない。い うん、いや私から言わせていただければ、あの、普段ね、<laughs> 皆さん、あの、ね、え、あの、高いところでオーダースーツ作ってらっしゃるんだから、これは清掃として一着持ってて当たり前、使う、使わないは別としてですよ。タキシードとおな一緒に、これはモーニングは持って、自分の体に合ったものを作っていただいた方がよろしいんじゃない かしらって思います恥をかくなご本人ですから、うん、こんなレンタルでね漬け場的なねやってこれがね世界中の、ね、新聞とかね出ちゃうなんて恥ずかしくないのかなと思っちゃいます本当にねえで皆さんやっぱりあのー、石破さんもそうですけどまた年齢重ねてらっしゃるじゃないですかだから体型も皆さん どどんどんかおかわりになっていらっしゃるからどうしてもあの大きい撮ってることとか大きくなっちゃったこととかを隠すためにオーバーサイズをにしちゃうんですよ皆さんでこれモーニングなんですけどこれ撮ったのって午前中昼間で,ですよね多分モーニングって基本的には、はい、あの午前中から夕方までの間しか着れないものなのでであのテ,テールって言ってあの 後ろがツバメの、あの、おっぽみたいに、はい、テールコートって言うんですけど、うん、それにベストを着て、えー、下は、コールパンツって言って、あの、ストライ、縦縞のものを着るっていうのが、まあ、あの、清掃なんですね。で、でも、なんか、あのー、で、石破さんの一番間違ったの、これなんかちょっと新聞に出てましたけど、お腹が見えちゃってるみたいな、 これなぜかっていうと、ベストのサイズがちっちゃかったんだと思うんですね。うんうん、で、こういう清掃のものって、これ石場さん、ベルトしてるじゃないか。ベルト見えますベルトしてるの。はい、ベルトしてうん。ベルトはしないんですよ、こういうものには。サスペンダーなんですよ。うん、タクシードもそうなんです。でこれ、これね、ホテルの人が来て着付けするんだったら、ちゃんとやってくれるはずですよね。知らないんじゃないんですかね。ホテルの人が ず、うん、っとしか考えられないです。もうだって、清掃の形ってもうワンセットで決まってるんですもん。この黒のあのテールコートに、えー、ウエストコートっていう、ウィストですね、中に着る。これは黒か、えー、シルバーグレーでもいいんですよ。で、白い、えーえー、レギュラーカラーのシャツに、シルバー系か、えー、黒と白のストライプのネクタイに決まってて。で あの、エンビックっていうのは、あの、前の形が、モーニングはこう緩やかにこう、あの、流れてるけど、エンビックっていうのが一番大、あのい、一番高貴な清掃っていうのは塩ックなんですけども、あの、その、それの略式版として、このモーニングっていうのが、あの、一応正式な場所での清掃っていうことで、あの、 してらっしゃると思うんですね。だから天皇、皇室なんかはみんなエン劇だと思います。でエンビっていうのは、うん、夜の清掃なので、夜しか着れないんですけど、モーニングは、ま、朝のモーニングですから、えー、夕方までしか着れないっていう決まりがあるんですね。国際的。これ本当に国際的ルールなんですけど、まずなんでベルトが見えてんだろうと思ったのが素敵だったので、普通は、うん、あの、 ベルトレスのパンツになってて、それで、えー、っとサスペンダーをするようになってるんですよ。で、サスペンダーは実際見えないんですけど、で、私は、あの、スリーピースなんかの,あのベストでもあの、ベルトがしちゃってる人が、ベルトのバックルが見えてるのがすごく嫌だったんですね。だから本当に分かってる方は、あのベルトレスのパンツを履くんですね。でも、もうちょっと、 上じゃなくて、下のベストのサイズを大きくして、ベルトの部分が隠れていれば、そんなに気にならなかったかなって思います。それと、あの、まあ、上のサイズも、もう、きち、ピチピチなんですよ。一応、あの、ボタン、あの、拝み合わせっていうボタンなんですけど、あの、全部止めなきゃいけないんですね、正式な場合は。うん、ただ、ベスト着てるので、座ってるときは、やっぱり、ツリーピースとかと同じで、 あの外してても、それはあのルール違反にはならないんですね。うん、で、なんかもうなんか、ウエストの位置も下に下がっちゃってて、石破さんなんか、うん、あの、下のパンツも、うん、あの、パンツの丈も合ってないから、下にずるっと落ちてるみたいな感じなんですよ。うん、これはかっこ悪いですよね。で、さっき山口さん言ったように一番右の人なんか、もうなんか、 すごい大きいサイズ着ちゃってるなっていうか、うん。七五三でサイズ違うの着せられた時代になっちゃってるなと <laughs>。ひどい。もうひどいなと思って。私もだからあう、官邸にちゃんとスタイリストをつけるなり、あるいはホテルからちゃんとスタイリスト込みで派遣してもらうなり、いや通常レンタルであっても測りますよね、サイズ。多少直すじゃないですか。直します、直します,す、ねレンタ。高野さんもレンタルしてくる しても、必ず直すじゃないですか。借り、合わせて借り直すし、借り上げとかします。そうですよね。借り上げさえしてないし、はい、いやだから、これはそもそも、うん、例えば、本当にホテルが出してるとしたら、まあ、ホテルの責任だし、あるいは、それぞれ各自が調達してるんであれば、まあ、これ、まあ、鑑定、カメラマンもここで一言、<laughs> ちょっとおかしいですねって言って、普通はカメラマンも、ね、カメラマンがついて、 あ、そう、ちょっとサイズ直してとか、うん、あれは周りに人がいるわけだから、<う>ちゃんと調整するとか。まあ、私って,ってファッションカメラマンとか、広告のカメラマンだったらわかるでしょで,でも、こういうところのカメラマンはどうでしょう。ただ撮るだけだな、うん。うん、じゃないかなって、位置とか、いやいや判定カメラマンついてますよ。ひどいな、でも、これ、本当に、あ、足も。 ガニ股になっちゃってるし、なんかお客みたいに見えるし、すごい短く見えるし。立ち方も含めて、少し直してあげ,るあげれば、もう全然格段に違って見えるわけで、うんだだ。だから皆さんね、それはね、モニー着ることなんか、そんなないだろうと思うから、レンタルでいいと思ってらっしゃるのかもしれないけど、これって正式な,なあの写真ですよ、公式な。ずっと残りますからね。 ずっと残るじゃないですか。うん、代々残るじゃないですか。うん、そう。それなのに、もう石破さんも、本当に、一世一代の写真なのに、なんでこんなになっちゃったんですかって感じで。で、鑑定は直したみたいです。遅、ね、そ,そう。ああ、これデジタル処理したんですね、きっとね。<laughs> あ,あ,あ,あ批判されてっていう。あなんかもう遅いんですよ、もう。 顔のサイズまで若干ちっちゃくなってますよね。<laughs> うん。<laughs> あとでも、ほら、見てください。修正されてても、袖見てください。片っぽだけ出てて、片っぽ出てないとか、うんねと。時計がこう見えちゃってますもんね。見えちゃってるとか。ね、全然シャツが見えてないとか。そうそう。どこ修正したんだって感じですよね。<laughs> あと、眼鏡かけてるんだから、眼鏡、右側のやつなんか。 光っちゃってるじゃないあ、ま修正されてます。修正してるんですよね。そうそう、修正して。あとでね、修正できるようになって。左の写真がきれいになってる。修正できるんだったら、修正してから出せばいいじゃないですかね。メディアが、メディアが撮影してるんですよ。で、これは、えっとま毎日新聞が撮影した写真が左です。各社撮っちゃうから。撮らうなきゃいいね。 うん。そうですね。まあでもすぐ使いたいから。うん、まあ、でも、その場に、あの、見出し並みを整える人を。つけないと、これは世界に対しても大橋です。いや、本当に恥かきますよ、これ。恥かい、でも恥かえちゃってますね。うん、で、でも、レンタルだとしても、こういう。フォーマルウェアを扱うところだったら、マナー知ってるはずです、絶対。そう、そうですよね。だ,だから、おかしいなと思って。 レンタルにしても、これで。いや、レンタルじゃなかったら余計ひどいじゃないですか。うん、作ってるとは思えないですよ、これ、ね。なんか知り合いから借りたレベルかもしれないですよね、<ー>本当に。でもこれ、多分一斉に借りてるはずですよ。だって間に合わせなきゃいけないし、毎回同じところじゃないですか。でも私、もし私がついていたら、その場でも直します。その場でできますもんね。うん それをしてないっていうところが動画じゃないから、一時的にシャツをね、あのうん、ピンで留めて出すとか、パンツの裾もううのあも裏をがむ両面テープで貼って直すとか、ベルトを外させて、ベストを違うサイズ、大きいサイズに入れ替えましょうとか、できることっていっぱいあるじゃないですか、その場で、15分ぐらいの間にで。できます、できます。ね、それをしなかったっていうところが、あこうがっくり。<laughs> もっとっくり本当ひどいですよ、これ。で、これ、パート全体見ても、本当に今回は女性が少ないなっていうのがちょっと残念です、ねうんうん、本当に1割ですよね。20名来て2人ですからね。ねえ。これ、日本の,あの女性管理職が今18、18%ぐらいなので。 うん、なんかその日本のただでさえ低いところをさらに低くしてしまってる、うん、欧米が大体今30%を超えてるぐらいなので、そういうところもこう海外に向けてあの恥をさらしてるなって思ったところでもありますね。うんうん、でそれからちょっと眼鏡もね、話題になってたね、こんなふうに、んね、見えますよ。見えてないですよ。見えてない,てないあの私が送った。今 今、修正写真の方しか出てないです、まだ。あ、本当に一回停止しないといけないの私は送った、LINE で送ったのがあると思う。皆さんご覧になりましたかしら見てびっくり。あ、これ見えましたはい。あれ字入ってるって。テレビで見て。あれって。なんかこれ、あの、えっと、当選なさったときに奥様にインタビューしてるんですよ。まず見ました見ました その時に、なんかメガネは奥様が選んだみたいだし、あと眉毛をカットしたのは娘と一緒にやりましたと。メガネをかけた方がいいって提案したのは私ですと、奥様は言ってたんですよ。で、眉毛も、あの、娘と二人で眉毛の形が悪いんじゃないかってカットしましたと。いや、っていうか、メガネ2種類ぐらいあるんですけど、いや、これは恥ずかしいよ、 これもしかしてね、ええ、シールが貼ってあるってことは、レンズが入ってないんじゃないですかこれレンタルですかこれも。違う違う。だから、レンズを入れる暇、あの、だてメガネなんじゃないんですかレンズ入れてたら、レンズ入れてたら残ってるわけないこういうシールは出てくるわけないんですよ。うん、あの、ええ、みんな買うときにあ、メガネ選ぶときにあの、メガネの形を,を選ぶときに、ブランド名がこうやって入ったまま、 皆さん試しででかけるじゃないですか、うん、でそのままっていうことはレンズが入ってないんですよ。レンズっていうか、うん、度が入ってないってことですよね。そうそうそう。<え>だからこれはだて眼鏡のまま買っちゃったのを、うん、そのままつけてるて、ね。慌ててってことでしょうかいやもしかしてもともと目は悪くなくて眼鏡かけてなくて老眼はある,あるんですって背を。だから。 交換度上がるんじゃないのっていう意味で、メガネだけ買ったんじゃないですか枠だけに。似合うと枠だけ。で、それをそのまま、うん、そうかけてしまったとそうことで、でもこれ、普通、ここに文字があったら鬱陶しいから分かりますよね。いや、っていうか、伊達だから関係ないんじゃないですかちょっとずれてるから。<laughs> あの、自然には多分入らないんだ、うん、はい、そうねその、うん。そうかもしれない。これに気づかないっていうことは、まず、これ奥様の失敗だと思うんですよ。多分。まあね。選んだとしたらね、うんで。このメガネの形も合ってないし、私から言わせれば。いやいやだからた、試して買ってないってことですよね。うん,う,んうん。い与えたってことですよね。うん,うん、ね。だから、なんかもう奥、なんかあの、奥様の、 ことは全面的に信頼なさってるみたいだから。うん、そうですね。彫り込んでるから。で、うん、あの、えっ、ー、と、何ですか、ネクタイも、あのえー、とブルーのストライプがあのいいんじゃないって選んだの奥様みたいだから。うん、だから、いつもストライプじゃないですか、ブルー系の。<laughs> そうですね。まあ、で、<の>やっぱり国際的なルールとしては、やっぱりストライプのネクタイはかけた方がいいわけじゃないですか。 うん、でそういうのをね、本当に教えて差し上げたい。うん、本当、恥かいちゃう、これじゃ。もう出ちゃってるから、しょうがないけど。<laughs> ね、いや、本当にね。<れ>あ,あの、疎いのもほどがありますよね。いや、本当にだめだなって思われちゃう。<laughs> ね、政治だけやってたらいいっていうレベルじゃないですよね。過去の アメリカの大統領で多分オバマさんのことじゃないかなと思うんだけど普通黒いタキシードには黒,、まあ、黒い超帯膨大なんだけど1回ね黒いタキシードに白い膨帯してきたことがあったんですよ。それでそのことが問題になったことがあったんですねやっぱり。だからあの国際的ルールっていうのはあるのであのそういう政争に関してはあるので本当に恥をかいてしまうから。 やっぱり一回お勉強した方がいいんじゃないかなって思いますね。で、これはレンタル屋さんが悪いよね、ホテルが。本人ができないんだったらもう周りがしっかりしなければいけない。周りにそういう人がいないってことだから。そこはやっぱり日本の弱いとこね。こねうん。簡単にそういう機能がないといけないと思う。簡単のスタッフにそういう知識がないといけないと私は思います。<laughs> ね、公室には一人の議員に求めるのはか,かなり厳しいから、<う>やっぱりここいいそう、そこは官邸にそういった機能を持たせる、うん、写真撮影において、最新の注意を払うように、まあ、国際的な基準を満たす必要があるということを、そう,そうですね,ね。私も言っときます。言っといてください、本当に。あと、あれですかあの写真を見た、あの海外が。 どういう反応をしているかっていうのをぜひ聞きたいですね。うん、いやそれ、あの石川さん、記者のお方に聞けば分かるんじゃないですか。あ記者、記者ね、ロイターとか。うんうん、どう思うって、もう、うん、なんだったらもう浅草あたりに写真持っててどう思うって聞いてもいいんですけど。浅草なんでなんで浅草 <laughs> ほら海外の、ね、ほらツーリスが多いから。ああ、そういう意味。外人につくってくれこれ,これどうう人、ね、どう思う, <laughs> どう,思う、うんで <laughs> 聞いてもいいかなと思うぐらい。<laughs> えー、いアメリカ人はだめですよ。ととアメリカのツーリストはだめですよ <laughs>。だって、あのいつ場所ホテルでもあの T シャツに短パンで入っちゃうんだから。ちょっとで、ね、どういうふうに外から見られてるのかってことを、うん、あの知った方がいいかなって。本当ですよね。恥かいてるってことを分かった方がいいと思います。 ねいや、これ、細かい見ても、ちょっと残念すぎてんだもん。で、なんか、バラバラだし、勢いも気合も何にも感じらない。一番気合あんのは三原純子ですよ。そうね、さすが金八先生ですよ。いや、すごい。でも、この並び方もきれいじゃないですよね。なんか、ばらばらで汚いですと。だね、これ、本当、カメラマン、よくないなと思いました。 何ですかあの、少し、背の高さも含めて、もう少し美しくやると思いますよ。どうなら。これカメラマンの腕もあるはずだから。見てて、すごい不愉快になるんです、この写真。この並び方も良くないし。気持ち悪い。 どうしてベルトしちゃったんだろうな。さての方を見てるし。どうして石破 <laughs> さん、石破さん、どうしてベス,あのベストの先ちっちゃいんですよね、これ、ベストも。だからお腹見えちゃってる。で、うん、ベルトが、なんでベルトしちゃってるんだろうっていうのが、他の人見えてないじゃないですか。サスペンダーしてるはずなんだけどな。 なんでベルトしちゃったんだろうないや、広いなパンパンだし、ね。パンパン。パンパンだし、うん、なんか下はブヨブヨだし。そう,そうそうそう。そう <laughs> <laughs> 上がピチピチで、下がダボダボなんだ。<laughs> そう、なんかそうだなと思って。下半身のだらしない、なんか、おじいさんの下半身見てるみたいで、<laughs> ほんと気持ち悪いんですけど。ね、で、だらしな内くって言われたんですよね。こ<う> <laughs> の写真でね。 あの言えて妙なんだけどね、本当に。本当に。残念。ということで、とても残念な写真で最後は締めくくってしまいましたが。<laughs> 本当ですね。<laughs> 本当に期待はしたいんだけれども、もう少しスタイリッシュになってほしいですね。見せ方も含めて。応援、うんまあ、していきたいですから、まあ、これから、まだ組閣して、まあ、すぐ選挙になっちゃうから、 新しい各大臣がどんな人なのか、本当に新しい人ばっかりでは全然わかんないから、うん、これから追いかけて、一人ずつ追いかけて、手厳しく、うん、はい。そうですね。表現面を評価したいと思います。はい、<laughs> 本当ですね、はい。伸びしろだらけなんで。<laughs> そう。<laughs> 伸びしろならいいんですけど。はい。今、今のところ伸びしろとしておきましょう。はい。ということで <laughs> そう、そう、私たちの応援ということで頑張っていきましょう。はい。はい。はい、では、山口さん。 高野さん、本日はありがとうございました。メディアトリングザタンカイ、また引き続き表現名メディア戦略などを取り上げていきたいと思っております。はい、チャンネル登録はい、こちらです、ね。失礼します。さよなら。さよなら。